英雄性チャンネルの時間です。若辻です。西です。はい、所長。はい、もうこれは日本のね。そうですね、もうルーツ、もうなんか知らない人はないんでしょう。歌だってみんな口ずさめるでしょう。鉄腕アトム、はい、すごい漫画なんですよね、はい、手塚治虫先生が作られた漫画で、で当時は1963年がアニメのスタートですか、はい、そうですね。国産アニメ第1号が63年鉄腕アトムから始まったんですね。あ、1月1日放送開始です。正月の1月1日から国産のアニメ、はいはい、もう子供たちはどんなお年玉より喜んだんでしょうね。いやー、すごいことですよね、はい、それ毎週、毎週です。動画でアニメを毎週作るっていうのは当時の技術は相当大変だったとお聞きしてますけど、はい、そうですね。そこでやっぱ鉄子さんも先生頭がいい方なので、いくつものシステムを開発したんですけど、一番はバンクシステムっていうね、ほう、一回作画して作ったやつは同じシーンはまた使えるだろうというので整理して置いといて、なるほど、で放送が制作に追いつかれた時にバンクシステムだけで過去作ったやつだけで一本作ったって言うんですか。なるほど。鉄道さんの先生は、はい、それはあの漫画を執筆するような技術に似てたかもしれませんよね。そうですね。なるほどな、はい、何か、まあ、アトムってすごいいろんな話なんですけど、もともと原子、はい、アトムですよね。そうですね。妹がウランちゃんとか。そうですね。兄ちゃんのコバルト。コバルトちょっと不謹慎な名前なんですよ。まあまあ、でもそういうルーツでやって、はいはいはい、でキャラも愛らしいけどものすごい力持ち。そうですね、10万馬力、10万馬力って、途中から100万馬力、100万馬力ですね。想像つかないようなちょっと言うですけど、はい、まあそのためにその度に関与する人がいるんですけど、うん、ここで、西さんにクイズです。はい、はい、いいですか。イエスかどうかでも答えください。はい、鉄腕アトムを作ったのはお茶の水博士である。巨匠バカにしてんですか。そんなもん誰でも知っていますよ。お茶の水博士、イエス。見事に外しましたね。作ったのは天馬博士。天馬博士、はい、自分の息子であるトビオっていう子供が事故で亡くなったんで、その身代わりとして作ったんです。あ、聞いたことあります。はい、でいつまでたっても成長しないんで、このロボットのデク人形がっていうんでサーカスに売られるんですよ。で当時あのロボットの人権というんですか、そういう擁護のために動いてたお茶の水博士の目に留まって引き取られるんです。はあ、はあ、ということは作られた方が、はい、まあ、サーカスに売り飛ばし、はい、そこでお茶の水博士が目に張って育て上げたという。そうです、そうです。ということはお茶の水博士が作ったんじゃないけど育ての親と、はい、だから10万馬力から100万馬力する時も天馬博士が来てチャージアップしてくれた。そうなんです。これ深い話ですね。大抵の人が多分同じようにお茶の水博士と思ってるはずです。ですよね、はい、まああのまあ、歌も全てですし、手塚先生のもう名作中の名作です、はい、愛されてます、はい、でこの間もちらっと巨匠を教えていただいたら、その当時昭和40年ぐらいで言ってたことがもう今21世紀でもう全部現実になってるという。そうですね、未来を描いたアトムだってもう夢じゃないですよね。人工知能とかできてるし。素晴らしい、はい、ぜひまたこのねアトムの話聞かせていただきたいと思います、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございます。